おはようございます。おはようございます。 YouTube です。今日はちょっとまだ夏なんですけど、今年のおすすめ秋冬コーデを皆さんに見せてもらう企画っていうことでお願いしてると思うんですけど、はい、今皆さんちょうど秋冬新作アイテムの撮影中なんですよね。後ろで、あ、そうですそうです。花さん今着てるのもこれも、そうです、これも新作です。エトレ定番のリバーコート、ロングリバーコートですね。やっぱこの丈感がエトレっぽいですよね。そうなんです、やっぱりロング丈が毎年人気にはなるんですけど、去年もこのチンウォーマーっていうベルトみたいな形のリバーコートはお出ししてたんですけど、それのまあリバー仕立てで柔らかくて軽くてみたいな感じにしてます。お疲れ様です。あ、でちょっと花さん、皆さんのご案内お願いしていいですか？あ、もちろんです、もちろんです。自撮りしてる神たち、はい、3人が着ているのをじゃあちょっとご紹介しようかなと。じゃあソラミンから。私はですね、ストール、うん、ストールとトップスあれなんだよね。そう、あの同じ生地だけど別々でご用意してる感じのアイテムです。かわいい、かわいいよねこれ。アシクール大好き。アシクール担当だもんね。そう、アシクール担当。空検討会の時にこれソラミンニットねって言われた。興味な。バラバラでも使いやすいけど、うん、こうやってセットで、ね、一緒にできるのが可愛いよね。着てほしいよね。こうやってもいいし、こうやってもいいし、こうやってもいいし。大好きなアメスリです。秋もね、最初とかアメスリがちょうどいいかと思うけど、寒くなったらね、シアーのタートルとかカットソーとかね、みんなよく合わせてる感じがするけど。そうだね。パンツもエトレのもので、今年冬出るやつなんですけど、いつものワイドパンツですね。黒、やっぱなんだかんだ黒だよね。使いやすいよね、やっぱり色違い。パンツでまた一番じゃーん、この3色ですね。かわいい、かわいい、ありがとう、ありがとう。ブラックはベーシックだけど、うん、黄色とブルーは結構新春カラーで、エトレ東京の秋冬ではおすすめしていきたいお色味の合わせなので、チェック、注意、はい、チェック。じゃあ次はエミコ、エミコが着てるのがニットですね。これすごい可愛いんですよ。展示会の時に本当に人気で、ちょっと今不思議な形にだとは思うんですけど、上下が逆にできるんです。普通だったら多分こっちを上にするのが正なんですけど、逆の方が可愛いんじゃないかっていうので、エトレ的にはこっちを提案して、こっち上にすると雰囲気が結構違くて結構甘くなるんですよ。トラミンが反対バージョンだね。ここを肩が出る分、まあ、ちょっと下デニムとかにカジュアルダウンさせても可愛いし、だからデートの時とかはこっちを上にしてっていう 2way ができるニットです。どこから腕が生えているんだろうみたいな感じの見え感だと思うんですけど、 それがまた可愛いよねっていう感じに。この袖も可愛いんですよ。あとはモヘアがやっぱり可愛いよね。新別で使い分けしてもらえるニットになります。じゃあ次、カラーシー。はーい。カラーシーの、コーディネートはそのドレスとアウターの話ですね。はい。アウターはさっき私がご紹介したネイビーとの色違いになります。さっきジュンナさんもグレー着てましたね、うん、バニラカラー。すごい可愛い、お気に入りです。可愛いよね。今年はエトレ東京、まあ、あの明るいアウター系のカラーが結構そう多くて、そのバニラカラーとかオフホワイトっぽい色味だったりとかのアウター結構お出ししてるんですけど、このアイボリーはベージュトーンのアイテムとも合わせやすいし、イエロー系とかとも合わせやすいしっていう感じの。もうこれ自体も本当に軽いので大好き。ロングのアウターって重くないですか？全然だけど、うちのリバーは本当に軽くて、あったかいんだよね。あったかい。サンピはどういう時に着るんですか？やっぱりデートかな。誰のデート？せめてデートかな。誰のデートですか？これ夫しかいない。でもさ、夫とのデートこれ着るのもったいないから、ちょっとエトレの女子会でも。あ、なるほど。確かにね。エトレのクリスマス会の時とか。あ、ないです。そんなに暇じゃないです。絶対大丈夫です。女子会の時とかでも、まあ、いやらしくないドレスなのかなって思ってます。スカート、スカートにもなる。ツーウェイ、ツーウェイ。これ今1枚で着
できてるんですけど、中にあのタートル、こういうタートルとかレイヤードしてもらって、でもワンストーンでまとめてもらうのが一番エトレっぽく着てもらえるかなと思っておすすめです。ナイロン生地なので、春先とかもシンプルなカットソーにこちらのスカートだったりこうベアドレスにして、足元スニーカーっていう風にも着れるので、すごいカジュアルにも着てもらいやすいので万能かなって思います。サラーシーの黒をスカートにしてかわいいレイヤードして冬バージョンだね。そう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 、ちょうどお渡し時期になるかな、うんうん、この時はこうやっぱりタートル着て長袖になるよね。今はとっても暑いけどねえ、緊張しないで。してない全然緊張してない、ね、真面目やめて。エミコのさ、身長、低身長だとさ、そのぐらいの丈になってズルズルだもんね。本当は S サイズなんですけど、M サイズなのでヒール履いて、けどスニーカー合わせとか可愛いかな。で、エミコは後ろで結んでるんだもんね。で、サラシが前で、くっついてるんだもんね。こうくっついてます。こう、横にこちらとくっついてるやつが、はい、あ、可愛い。色の名前をどっち好き？こっちかな。でもこの色も可愛いよね。真っ白じゃないところが合わせやすいよね。そうそう、可愛い。可愛いよね。はい、じゃああっちに参ります。お疲れ様です。お疲れ様です。ご紹介してください。チャミさんのトップスですね、ニットが冬のアイテムのご紹介です、はい、フードになってるストールがついてるニットになります。かぶっても大丈夫なんですけど、これの上にジャケットとか羽織ったりして、フードだけ出す着方とかかわいいですし、かわいいね。長めで着ていただいても大丈夫ですし、ニットは結構シンプルなニットなので単品でも全然使っていただけます。色違いで今ちょうど咲子さんがブラック着ていて、あ、キメだ、キメだ、キメ。あと13さんもグレーを、ありがとうございます。全部で3色です。結構レイヤードもしやすいかなと思うので、そこも気に入ってます。トレンドのあれですね、バラクラバ。はい、フードだけでもね、いろいろ使えるから、うん、ちょっとこうジャケットとかアウターとかあるときはこれ1枚だけでも入れると、首周りあったかいのとちょっとこの辺ボリューム出て、こんな感じで結んでいただいて、ちょっとカーディガン肩掛けにした風に見せる着方とかもできるので、割といろんな使い方ができます。日々緊張してる、拍手したいから震えやすい。震えの2人だから。いや、咲子さんには負けます。震え具合が、震え具合、震えてる姫、今居残りしてもらって、はい、ポイントは、ポイントは、いつもだったら結構ショートブーツとかで合わせたくなっちゃうんですけど、今回はちょっとフード付きのストールにスニーカーでカジュアルにまとめてみました。これもすごい可愛いんですよ、なんか大人のセットアップ。ボンディングのトップスとスカートもすごいおすすめなので、可愛いでしょうか。このスカートもすごいシルエット綺麗で、前に太めのスリット入ってるので素肌見える感じとかも可愛いと思います。すごい、ウィンディアーですかよ。アウトです。いや、キッチャク着てるアウターでね、エトレは毎年そのパディングコートをお出ししてるんですけど、これは今季バージョン、これめっちゃいいよね、すっごい軽いよね、めちゃくちゃ軽い。全然出たな、めっちゃすっごい大きいフードがついてたけど、今回は割とすっきりしたデザインになっていて、スタンドネック、うん、かわいいよね。結構それってどこに、どうしよっかなぁ。かわいそう。かわいそう。プライベートも寒い。はい、私は今回はちょっと似た色で合わせてみました。かわいい。色合わせてるけど、全然真逆の色とか、うん、ちょっと濃い色を持ってきても。スカート、うん、なんか私は割とこういうアウターは、上を閉じて、下に動きのあるものとか、ボリュームのあるものを持ってきて、動いた時にこうやって見える感じ、うん、かわいいね。するのが好きだから、こういうのとか、ニットもこういうちょっと濃いめ、今は結構薄めのトーンで合わせてるんですけど、これをこうやって、ちょっと外せよって感じだけど、どうせまたつけるよね。ちょっと中に入れてみました。それさ、ストールつけなくてもそのまま着てもいいってことだよね。そうそう、つけてもつけなくても全然どっちでもいい。パディング自体が結構あったかいじゃん。そう、だから中はね、寒
な着こなしても大丈夫、ね、軽装でもいいよね、うん、こうやって袖からこの違う色味を出してもやっぱ可愛いし、わー、中に黒がいます。え、一緒じゃん。え、どれで買ったの？え、買った買った私も。え、それ色が変わると結構印象も変わる。だいぶ変わるよね。変わる。トラミンもあれだ、黒とワントーン濃く、ね、ちょっとね、うん、真っ黒すぎると重たくなっちゃうから、うん、可愛い。キラミスです。2人とも髪の毛を入れるのがいい感じですか？うん、そう。出すとさ、なんか嫌じゃない？広がるから可愛い。ベージュもさきさきちゃん着てたやつ。あ、そうですそうです。さきこさっきアウターとして着てたけど、逆に1枚でも着れちゃう。結構雰囲気違うかなと思います。こうやってカジュアルダウンして着ると出入りやすいし、これだったら結構かっちり系というか、セレモニー的なところに登場できそうな。結構しっかりめの生地だね。冬のアウターとして生地感結構、袖口とかのちょっと機能感みたいな、うん、隠しボタン、はい、めっちゃ素敵。この少し丸みがあるところから細くなって、チキンのようなスリーブだから、チキンスリーブなんですけど、シューッとこう自然に細くなっていくようなデザインなので、まあ、ここ開けてお召しいただいてもいいし、さっきこうやってるみたいな中のみんなこう見せて、こうやって着るときによく止まる、見せて着るような着方も可愛いかなと思います。すごい真面目にやったじゃん。急になんか怖いみたいになったけど。お疲れ様でした皆さん。お疲れ様でした。明け冬が本当楽しみになりました。じゃあ花さんの今日のベストコーデショー。難しい。ディレクター前に出てきた。いやでもこれ可愛いんだよね。これ私好きなんですよ、このセットアップ。好きだと思ってた。そう、すごいだよね。綺麗めでもいけるし、カジュアルでもいけるし、まさか。アメちゃんで。あー、アメちゃんで。いいの？いいよ。でもこれがこうなると思ったら、すごいスタイリング力があるというか。そうそうそう。やっぱなんか振り幅が結構一番でかいかなっていう。うん、こんなにカジュアルダウンできるんだって感じ。うん、はい、じゃあ、好きなコーディネートがありましたら、ぜひコメントいただければと思います。推しのスタッフとかでも大丈夫です。はい、あ、待ってます。待ってます。そしてこのエトレ東京チャンネルでは、今後もファッションやライフスタイルに関する情報を毎週土曜日に配信していきます。今日の動画が面白かったら、いいねボタンを押してください。それとあとチャンネル登録もお忘れなくお願いします。また来週も土曜日に配信いたしますので、そちらもぜひご覧ください。ありがとうございました。またね。